そしてこちら、最近話題になっていた芦田龍生選手の喧嘩旅の切り抜きですね。もう1年前のやつになるんですが、浩二選手に勝った後、浅草寺を散歩という企画で、どうやらこんなことがあったようです。お寺に参拝しに行った芦田龍生選手、そこでご高齢の2人の男性に、お前誰だっけと話しかけられ、喧嘩しちゃダメだよ、喧嘩したらあんたは弱いんだからと言われ、手のアップに寄ってみると、その方の小指はどうやら欠損しておりまして、なるほど、今か元かは分かりませんが、そっちの方だったようで、しかし芦田龍生選手は喧嘩が弱いと言われ、いや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 、俺は喧嘩が一番強い、喧嘩が一番強い、喧嘩が一番強い、喧嘩が一番強いと、その男性は、喧嘩ができないから強いの、頑張ってよ、応援すっからと言われ、芦田龍生選手、その男性の肩をポンと叩き、お前もな、と一瞬空気が固まり解散。しかし一緒にいたマッコイ斉藤さんは気づいていたようで、ありゃお前下手したら浅草地元のピーだぞ、あれ絶対そうだぞ、相手見ろって、気をつけろよ、ドーンやられてるところだったぞお前、と芦田龍生選手はそれを聞いて、うはーと大爆笑ということがありました。はい、芦田龍生選手、昔はあんなに茶化されまくっていたのに、今や市民権を得てね、この切り抜きにも可愛いとか、芦沢大好きとかいうコメントが殺到してて、いやー感慨深いですね。はい、これでね、太田忍選手に勝っちゃったら一体どうなってしまうんでしょうか。こちらは当チャンネルでは初めてやらせてもらいますね。西谷大成選手とファイトクラブで戦ったピエロ兄弟兄山口博人選手のインスタライブの模様となります。早速山口選手、裸は俺じゃないっつーの、言う馬、俺はほんまに怖くない、世界一優しいと思っている、タトゥーは最初18歳で入れた、12月10日鈴木雅彦のセコンドにつく、パーソナルはやっている、ヒサロは2週間に1回通っている、中二から行っている。もともとは色白。子供は二人いる。金太郎は10代の頃から、よう一緒におって、クラブとか行っていたが、ほんま悪かった。喧嘩はしてない。金太郎とは仲間だった。詳しくは言えない。西谷くんと会う予定？特にない。機会があれば、コラボをしようかな。自分は二人兄弟。今、試合後、頭痛は特にない。今年で31歳。朝倉未来選手とのコラボは天と地の差なので僕には無理。諦めないのが自分の取り柄。 MMA めっちゃ興味がある。引退までにはやってみたい。弟とは全然喧嘩はしてない。ライズのカイトにはいっつもボッコボコにされている。カイトとのスパーの時は絶対にヘッドギアをする。何回も倒されている。タケル VS ロッタン、そういうのは俺には分からへん。格闘技のことは俺に聞いたらあかん。ライジン1回は出たいと思っている。中村カンとは普通に仲がいい。会ったら喋るぐらい。本当に俺はマジでめっちゃ優しい。コウジ君とは会ったら喋るぐらい。仲良くはない。試合前緊張はちょっとだけ。そしてアンポルキアチャンネルのテル君とは昔からの知り合い。売れすぎて最近無視してくる。おいテル、見てんならコラボしようや、と。昔戦った松本義道は嫌い。ムカつく。音楽はヒップホップしか聴かない。そして、テルに似てないわ。あんな変な顔してないわ。最近、KO、ダウンが多くて脳のシャットダウンが早くなってきているらしい。でもまだまだ全然格闘技やめられへん。下の子の名前は、ランマル。アインシュタインの稲田にもよく似ていると言われる。というと、西谷大成選手見ていたようで、ウェーブを送っておりました。これはハートとかの絵文字でリアクションできるというものになりますね。とするとここで西谷大成選手とのコラボ始まりまして、西谷選手が画面アップでいやーと登場。元気いい西谷大成選手、もうすぐ大阪行くぞ、ひろとくんを慰めに。山口選手、俺にボコボコにされたやつやん。西谷大成選手、記憶なくしとんちゃうんすか。脱いでとにかく明るい安村の真似してくださいよ。山口選手、それは俺はひろやくんにやってほしいと思ってるな。西谷選手、ひろやくんはそんなのやらんでしょう。ひろやくんは僕の2つ下。俺がひろとくんをボッコボコにした動画永遠に見てます。今日も10回は見た。山口選手、
俺はあれまだ見られへんねん。あのフックからのアッパーストレート、あれは素晴らしかったな。西谷大成選手、あれは小倉コーチの作戦通り。山口選手、俺が当たってあげただけやねんけどな。西谷選手、打ち合いしたら勝てるわけないの分かってて、3、4発当てたら返してくるのも分かってたので、ちょんちょんとやって逃げるというのを繰り返していた。山口選手、そういうのほんまに研究してるみたいの、マジでやめてよ。西谷選手、だってほんまに研究してましたからね。ひろとくんの YouTube は全部見ましたよ。お笑いしながら、あはははは、は試合見ながらのコラボをしましょうよ。正直俺に負けるのしんどいっすよ。山口選手、次寝技でボコボコにしたるよ。ひろと選手、無理無理。実はみくるさんにやられてて、2週間前肩とか怪我してて MMA はできなかったんだよね。でも立ち技はできた。ごちそうさまでした。僕はみんなが言いづらいことをただ言ってるだけなんですよ。山口選手、でもそんなに嫌われてないと思うよ。でも立ち技のやつとやっても西氏正直マジで強いで。西谷選手、あの日の感覚が忘れられない。山口選手、知り合いの陸斗くんからあの後電話かかってきて、西氏いいやつやって言ってたよ。弟のユーマがガチスパー好きでよくやってくるんだけど、俺はもうやらないようにしてる。西谷選手、自分はよくガチスパーして失神してます。相手の苦手なことをやらないとダメなんですよ。ちゃんとやってたら僕みたいに結果ついてくるんですから。あれから毎日自分は飲み歩いてます。山口選手、俺もブレイキングダウンからやり直すわ。でも1分は勉強になる。西谷選手、次ブレイキングダウンのオーディション呼ばれてるが断ろうと思う。この油乗ってる時に呼ぶなよ。格闘技界の弱キャラの俺に負けたのはほんまやばいこと。山口要はと。山口選手、 DM にあいつに負けたら終わり、引退しろってめっちゃ来た。西谷大成選手、俺も怪物くんに負けた時めっちゃ来た。どの口で言ってんねんおら。ひろとさん、 MMA やったら俺はっきり言ってテイクダウン取り放題っすよ。山口選手、俺西なめてないよ。クラウスからダウン奪ってるし。西谷選手、あれは朝倉未来フックで、ひろとさんへのは朝倉未来ハイキック、ストレートを来ると思って頭振ってましたね。絶対こっち来るわーと思った。アッパーストレートとハイキックしか練習してなくて、それがバッチリハマった。あとはユーマくんに聞いてみたらいいんじゃないっすかね。山口選手、あかんわ、あいつは裸になってるだけだから。ブレイキングダウンの試合は見たことない。オーディションはおもろい。西谷選手、格闘技やったことない奴らがあんな生きってんすよ、すごくないっすかと。やっぱそう思ってたんだ。しかし西谷選手、格闘技やってなかったら自分も絶対に出てる。俺も裸はいける口っすよ。山内選手、ファイトクラブの記者会見の前に、西めっちゃガンガン来るとは聞いていたが、あの方向性から来るんかいとは思った。タケル選手を K1 甲子園の予選で倒したことが昔ある。木村実はクラッシュで倒したことがある。西谷選手、たまにアンチのやつに電話してる。出るけど受け答えはしてこない。コロピーしてやるとか言うから、おいじゃあこっち来いよとか返したが、それも全然来ない。アンポルキア選手がスダリオ剛選手と電話した時みたいに、自分も電話で切れまくってる。あの二人は分からんが、ブレイキングダウンでやるんじゃないすか。さらに西谷選手、ブレイキングダウンで僕たちやってもおもんないっすよ。1分しかないから逆転がないんすよ。先手行った方が勝つだけだから、おもんないっすよ、おもんないっすよと続々ぶっちゃけ。そして西谷大成選手、俺がステロイド打ったらライジンの会場で脱いでマッチョポーズを取る。合法なら息子を小さくなるらしいが、そんなもんで強くなるんだったら俺は絶対打った方がいいと思っている。みんなが俺は練習してない練習してないと言うから、スポンサーさんに怒られて、こっちの態度もはっきり言って悪くなってくる。練習も行きたくない時は行かない。そうするとミクルさんから電話があって来いと言われて行ってボコボコにされている。コージ選手の喋り方、パンチドランカーだと思ったことがある。肌のケアはおじさんになってから行っても遅い。美容外科に今から自分は通っている。ボトックスも打とうと思っていると。山口選手、俺ムエタイの試合も出まくってて顔だけでこれまでで
58針縫ってるから俺は意味ないなと。西谷大成選手、自分も地下格これまで7、8回出てました、1回だけ負けましたと。ここで以上です。西谷大成選手、まだまだそういった意味でのポテンシャル隠してるなこれは。今後がさらに楽しみ。こちらファン・アーチュレッタ選手と朝倉海選手、どちらとも戦っている扇久保博正選手の勝敗予想。小木ちゃん、戦った感じアーチュレッタは打撃とタックルの見分けがつかず、日本人にはない速いテンポで遠くから入ってくる、有利なポジションでキープするのがうまい、打撃はあんまで、蹴り自体は打っても来ない。朝倉海選手はべったり背中をつけた時はそんなに強いとは感じなかった、なのでそれをさせずに打ち込んでくる。アーチュレッタは完全にレスリングで来ると思う、打撃もやりつつ入ってきて削っていく戦法。朝倉海選手は圧をどんどんかけて入っていった方がいい、アーチュレッタは走りながら遠くから入ってくるので距離は取らない方がいい、走らせないで手を出させる、なので逆にアーチュレッタは距離を取りたい、それで朝倉海選手がじれて入ってきたところにタックルということも考えていると思う。朝倉海選手はファーストコンタクトで俺の打撃は怖いぞと思わすこと、逆にアーチュレッタは最初で簡単に中に入れたら自分のペースに持っていける、だから一番最初が大事。朝倉海選手はボディ、ロー、カーフを狙っていくと思うし、アーチュレッタは毎回減量きついみたいなので特にボディはよく効く、これは榊原社長もアーチュレッタ毎回減量ギリギリと言っておりましたね。そしてアーチュレッタは決めがないのでキープに回る、だからすぐ朝倉海選手には立ってほしい。アーチュレッタはパンチの反応が良くなかった、1ラウンド朝倉海選手テイクダウン取られつつも、2ラウンドに朝倉海選手の KO 勝ち予想ですと。続きましてこちらはドミネーター選手がジャン斉藤さんニコニコ動画ドロップキックチャンネルに登場。早速ドミネーター選手、実は次戦は来年の春ぐらいを考えていて今年はもう頭になかった、だから周りからは棚からボタ餅と言われているが、果たしてこれは本当に美味しいお餅なのか、中に毒が入っているんじゃないのか、そもそも平本蓮選手に負けて1年間試合をしてなかった自分がこうやって出ていいんでしょうか、でも断る理由もないし気持ちはこれから作っていきます。自分はスイッチはすぐには入らないタイプ、徐々に練り込んでいかないとダメ。これまでキャッチウェイトの試合ばっかりだったので今回の正常な66キロ契約っていうのには正直まだ信用してません。正直言うと自分の中での基準は自分が過去画面越しに見ていた選手かどうかだから、今自分が戦っている選手らには正直格闘家ではないと、自分はその当時の憧れのためにやっているので、試合に出るよりそういった画面越しだった選手においお前成長したなとか褒められる方が全然嬉しいんです。だから自分の試合がなくても本当に毎日日々楽しんでるんですよ。例えば川尻達也さんとか金原正則選手とかにおいお前成長したなと言われた時に本当に涙が出そうなほどに嬉しかった。格闘家の役にうまく入り込めているかどうかが重要で、だから正直練習してるだけで大満足。冷静に考えると人に迷惑をかけて寿命を削り合ってまでこれは本当にやるものなのかとか思っちゃってますし、それに試合がもう1年空いてしまったんで前回出た快感物質ももう抜けちゃってるんですよね。つまりいい年してずっと格闘家ごっこヒーローごっこをやってるってわけなんです。おこがましいが自分は青木真也選手とか北岡悟選手のような暗くてジメッとしてる系ですかね。北岡選手とはずっと仲良くさせてもらってます。青木真也選手とは実は一回もお会いしたことないんですよね。自分にとっての格闘技っていうのは全然必要じゃないのに手放せないもの、格闘技をやっていろんなものを棒に振ってきているところもありますと。ここで終了で、ドミネーター選手の性癖もぜひ聞いてみたいところですね。はい、これを読んでかなり変わっているということを私は確信いたしました。多分ねおもちゃは大好きだな。そしてこちらは今名前がチロリと出ました川尻達也さんのジリラジオからで、川尻達也さんが現役当時練習した後今ではインタビューのうまいジャン斉藤さんだが、その時はそこで初めて会い、その頃はまだ2人とも
めっちゃシャイでコミュ障でお互い全く目が合わない感じだったと、そんな時もあったようです。そしてこちらは、私もみんなが興味を持っているのかそうじゃないのかいまいち把握しきれていない北岡悟選手の結婚についての話題で、ジャン斎藤さんニコニコ動画ドロップキックチャンネルにゲストで登場です。まず奥さんの天野ココアさんとの出会いは、自分のジムパンクラスイズム横浜でコロナ禍の終わり頃入会してきた。2人は今でも天野さん北岡さんと呼び合っている。天野さんのお母さんは青木真也選手と同じ学年の40歳、北岡悟選手の3歳下。自分が2019年のライジンの前夜祭に出たのを、天野さんのお母さんが僕のインスタから確認して、ジムと自分の家が近くです、女子高生の入会もできますか、うちの娘空手やってて MMA にも興味持ってますとコメントが来て、そこから交際したのは天野さんが高校を卒業してから、だから後ろめたさはない。でも高校在学中もデートはしていて、でもそれはすべてお母さんの了承をもらってから出歩いていましたと。好意を持ったきっかけは、2人で出歩いてて抜群に楽しかったから。最初はジムの会員さんの一人としてコミュニケーションを取ってはいたぐらい。年の差ということで僕より天野さんは葛藤していました。お母さんには今年の2月に今更ですが正式にお付き合いさせていただきますと伝え、よろしくお願いしますと言われました。それまでは付き合っているというか、男女として仲が良くなってきているとは分かっていたとは思う。天野さんのお母さんも学生結婚で、天野さんは長女で、学生の時に身ごもった子。真剣に交際しようと思っていたので、後ろめたさはない。自分の方は20歳離れてても難しくはない。そこは大丈夫でした。ジムにいる16歳のアマチュア選手の男の子とも、向こうはわからないが、楽しく話せてますし。天野さんのことは好きなところだらけ。今のところ摩擦、衝突はなし。付き合った時点で天野さんも結婚を考えていたと思うし、僕も同じ。お父さんは自分と同学年。お父さんは娘が自分と付き合っているのを聞いてから口を聞いてくれなくなったらしいです。でもリング上プロポーズの後はおめでとうと言われたと。お父さんとも1対1で会って了承をもらいました。でここでジャン斎藤さん、北岡悟選手は前にもリングでの公開プロポーズをして成功させてますよねと、ここで有料ゾーンへ。憎いねこの終わり方は。怖いものを見たさとはこのことか。気になる方は続きぜひ。そしてこちらは平田樹選手のインスタライブとなりまして、早速、自分の場合は年ではなく試合数の契約、人によってこれはもう全然違う、ファイトマネーもバラバラで、でもやばい人はやばい、ロッタンは今度から1試合4000万とかだって、ボーナスも800万弱入るから2試合すれば1億になる。そういうのを見ると気合入る。格闘技だけで食うの大変だが気合を入れてやっている。折れていた鼻は治った。吉野家は行かない、松屋しか行かない、寒くてもどこにも行きたくないが、目標はクリスマス前にディズニーランドに行くこと。人多いところはバッと。車の免許を持っていないが次の試合の後取ろうと決めていると。以上です。そしてこちらは珍しい八千雄介選手、ツイッターで質問返しやってくれております。まず、ライト級だとなかなか試合決まらなくて大変そうなので、フェザーまで体重を落とすことは困難ですか。八千選手、ないと思います。フェザー級死にかけてライトに上げたんで絶対にそれは無理です。次誰と試合したいですか。ベラトールのランキング入っている選手。八千選手は徹底して日本人選手より外国人選手とやりたがりますね。結婚のご予定は。ないです。最終的な目標は何ですか。死ぬ時に楽しい人生だったなと思えるように生きることです。ベルトを狙う。現役である以上狙っています。ライジンのベルト取りたいですか。もちろんです。ライジンウエハース買いました。買ってないです。私も昨日の夜11時半ぐらいにセブンイレブン行ったんですが、まだ置いていないと言われました。質問じゃないけど、堀江選手と見たい。八千選手、時が来れば。対戦相手
亡くなったって言ってましたが、誰だったんですか？それは教えません。そして、格闘技みたいな辛いことを続けるにはどういう心の持ち方をすればいいですか？今、格闘技を辛いと思ったことがないんでわからないです。辛いことを辛いと思わないようにできればいいのかなと思います。試合がなかなか決まらなくて残念です。オファーがあれば、ライジン以外でも出るということはありそうですか？やっぱライジンで戦いたいですが、それ以外でも魅力的なオファーがあれば。好きな女性のタイプについて詳しく。これにはなんと、顔立ちがはっきりしてて、一緒にいて楽しい子がタイプですと答えておりまして、でもちょっと思い当たらないですね、誰とかっていうのは。はい、なんせボルカノフスキーと戦ってますからね。には、ヤシ選手、そんな時もありました。ダブル、今戦いたい相手は、には、ベラトールとかでランキング入りしている選手と戦いたいです。やっぱここみたいですね。そして、男同士で SEX したことありますか？には、ないです。ヤチさんの柔術の試合を見てみたいのですが、全日本の大会とか出場する気はあるのでしょうか？そのうち出てみたいなと密かに考えてます。ダブル、ボクシングはもうやりたくないですか？いいですか？これはなんと金原正則選手からの質問で、ヤチ選手、ダメです、木曜日のガチは必ずやりますと。はい、木曜日はボクシングスパーの日のようです。6歳の息子が MMA しています。何かした方がいいことあればお願いします。何になりたくなってもいいように体の基礎を作ってあげるといいかなと思います。そういう意味で、小さい頃からレスリングをやらせたいっすかね、俺は、と。でもレスリングってやる方としては超つまんなそうなんだよね。バカの一つ覚え以上に対しては、おアンチだ。なんでよりによってこんな質問に答えるのっていうのもありました。笑いには、ヤチ選手、先着順で平等に答えました。ダブルと、やっぱり人がいい。そして、ライジンウエハースについてこんな情報入ってきております。朗報ですね。バンダイのカード付きウエハースは、なのでライジンに限らず、箱で買うとカード被らないらしいです。本当かどうかわかりません。試してみてください。そして、こちらは K1 現役チャンピオン破局のお知らせ。スーパーライト級の現チャンピオン大和哲也選手、僕実は先日お付き合いしていた女性とお別れをしたんです。僕のある性格が嫌で振られたんだけど、笑い。それはまた後日、めちゃくちゃ悲しくて落ちるところまで落ちて辛くてよう泣いた、笑い。でもそれからすごくすっきりして、前を向けて、なんかいろいろと行動力が湧いて、感覚も研ぎ澄まされてきている。今ここです。木の感覚も研ぎ澄まされて、木の観点から物事を見れるようになって、真理が見えるようになって、練習もキレッキレだし、ここから上がるしかないと。次の試合ではこれがどうプラスに働くんでしょうか。そして、こちらはセージノースカット選手との試合が決まった青木真也選手、こんなかっこいいツイートしております。格闘技の切符は高価だから、応援に来てくださいとか、切符を買ってくださいとは僕からは言えないけれど、僕はそれに見合うものになるように懸命にやる。そして、ストラッサー・キース選手が、プロのファイターから見ても青木真也選手の試合は本当に楽しみすぎる、もちろん応援させていただきます。青木真也選手、ここはええ加減にせいやでお願いできないでしょうか。ストラッサー・キース選手、青木真也、最高のマッチメイクでええ加減にせいやと返しております。正直、青木真也選手のことを応援したいファイターの人もたくさんいると思うんですが、少し何か言うとどんな感じで帰ってくるのかなって、怖くてなかなかできない人もいると思うんですが、ここはね、ストラッサー・キース選手、気持ちのある選手なのでストレートに応援して、それに対して青木真也選手も返しているといった感じで、非常にいいなというふうに思いましたので紹介させていただきました。そして、こちらは意外なコンタクトというところで、元ノックアウトチャンピオン、おかゆファイターこと新田選手が、自宅の倉庫を整理していたら、アマチュアの頃出た時の対戦表が出てきて、ペラペラめくってたら、安保ルキアさんじゃないっすか、ダブルと。写真も添付されておりまして、153センチ安保ルキアとありますので、中学生時代ぐらいですかね。すると、安保ルキア選手本人がそこに、結構ツイート好きで見てるよ、グッド絵文字。新田選手、知名度も何もかも下の自分に絡んでくれてありがとうございます。義理人情は何もないけど、安保最高、ダブルダブルダブルと。今後何かしらの発展あるかもしれません。そして、こちら1時間半もありましたが、私全部見ました。さらっといきましょう。11月27日23時30分からの小倉優香選手、いや
小倉優香元選手のインスタライブとなります。あっという間に2000人以上見に来ておりました。人気ありますね。まず中国語版の TOEIC 1から7まであって、上から3つ目の5に合格した。英語の勉強も今している。10代ではダンスをやってて、ダンスは露出の多い服だったので抵抗なくグラビアをやったが、後にグラビアの需要がどこにあるのか分かり嫌になった。自分がかっこいいと思えるものならまた露出の多い仕事もやるかも。結婚願望は昔からずっとない。子供が欲しくなったらするかも。台湾でファンミーティングをするときに中国語のレッスンに行き、そこで文化、食などに触れ、中国に興味を持った。整形はしていない。ほくろは取った。身長は170センチ。二十歳の時から2センチ伸びた。猫アレルギーだが猫を飼っている。家のカーテンは前の人が置いていったやつを洗って使っている。将来どこに住むかはまだ決めていない。一日中家にいるのができない性格。9時間寝るのがベスト。今25歳。運動大好き。マラソンはしない。ティラピスとコンディションを整える自重トレーニングをやっている。トマトジュース1本飲むと肌にいい。男に求める性格は束縛してこないこと。男はしばらくマジでいらない。お前と言われるのも無理。俺のが上だぞみたいな態度が無理。AB 型。自分はしないが浮気していいよと相手には言っちゃう。でも実際に浮気したら好き度はちょっと下がるかも。漫画は読まない。昔にスラムダンクとワンピースは見たことがある。鶏の胸肉、ダイエットの味がするので好きじゃない。ダイエットの味っていいこと言いますね。目はレーシックをやった。今まで何人に告られたかは覚えていない。プライベートでの写真は断っている。ラーメン一蘭が好きだったが、最近外国人の行列がすごくて食べれないと。ここで以上です。はい、ここまで網羅してますからね。いいチャンネルですね。皆さん1時間半がもう3分ぐらいで聞けるっていうね、本当にいいチャンネルですね。しつこい、早く次に行けって。はい、失礼しました。でも元気そうでした。そしてこちらはミスターアウトサイダーの慶之助さん。反社は出たらダメだろとだけツイートしております。でもブレイキングダウンの反社チェックってどこまでなんですかね。反社とつながりがある選手もダメって言ったらほぼ 100% の選手出れなくなりますよね。そしてこちら高谷博之さんの YouTube で所秀夫選手と対談しておりまして、所選手が引退試合について語ってくれておりまして、ラストはお世話になったライジンでやりたい、そこでずっと山本キッドさんとやりたいと思っていたのでアーセン選手とやりたいですと。そして高谷博之選手は目を悪くしてラストあと3試合と決めていたが、2試合目で斉藤豊選手に負けて、こういう選手に負けるんだったら応援してもらう価値がないと思い引退を決意。ここはどうやらもっと深い意味がありそうですね。で、本当だったら最後の1試合は朝倉未来選手や五味隆典選手の名前が挙がっていたようです。で、朝倉未来選手の方から高谷選手とやりたいという要望が当時あり、榊原社長とも話し合いが実は進んでいたと告白暴露しておりました。で、高谷さん別動画でこんな話も。ライジンは最近は夢の舞台というよりは割と誰でも出れるようになってきている。ホストとか PE の息子とかチャンピオンクラスじゃない人たちも出れてきちゃってて、プライドとは全然違う。 SNS で再生数があれば出れちゃう。僕たちは本当の格闘技をやっていたので頭が固いのかもしれないが少し寂しいと。コロナの時の苦肉の策でいろんな選手に声をかけたけど、ここのところは海外の選手が入ってこれるので、そういった選手たちは少々持て余している感もありますよね。はい、というわけで本日は以上となります。昨日ですね、翔さんのめいっことサンシャイン60にセサミストリートのお店が新たにオープンしたっていうんで行ってきたんですよ。で、いろいろ買ってきて、これだけでなんと2万5000円もするんですよ。考えられますか。で、まあこういうところではお金のこと考えたらね、何も買えなくなっちゃうんであれなんですが、ちなみにこのドーナツは1個500円です。茶色のやつ2つって言ったんですが1個しか入ってなくて、で、黄色のやつ1個でよかったんですが、それ家帰ってから気づいて、翔さんのめいっ子が私の妹ですね、
まあまあクレームの電話入れてって言っててちょっと怖くなりましたね。向こうのお店の人もめっちゃ忙しくしてたんで、かなりのモンスタークレーマーの類なんじゃねえかと思って少々ゾッとしましたが、でコラの写真を撮った最後に私のスマホが昨日忽然となくなってしまいまして、一回家帰ったんですよ。この後ニトリとかも行ったんですが、マジで行ったお店全部行き返して、で私携帯2台持ちなんで通話用のガラケーの方はそっちはあったんで、電話番号教えて、あったらここにかけてくれってやって、で結果ですね、ふう、家にあったよ。座椅子の下に入ってた。はい。なので昨日格闘技に触れてなかったので、今日は過去分に作ってあった格闘ニュースだけでお伝えさせていただきました。はい。私の方のストックはもうこれでゼロです。今日からまた頑張ります。ちなみにこのクリームソーダの赤のオブジェのエルモちゃん、このマスコットをほんとちょっとだけ触ったら落ちちゃって、すんごい頼りない両面テープだけで止めてあったんですが、地面に、ですぐ拾って付け直したんですが、毛も一緒に持ってきちゃったことはここだけの内緒にしておいてください。はい。でも昨日マジでねスマホ落としたと思ってめちゃめちゃ焦りました。皆さんもね気をつけてください。8時間ぐらい手元になかったんじゃないかな。はい。高評価、チャンネル登録、通知をポチッとオンにしてまた聞いてね。本日も良い格闘ライフを。